そこをね、しっかりさせてください。それじゃあ聖書の方に戻っていきたいと思います。出エジプト記17章、8節から読んでいただきましたけれども、これは、ヨシアがイスラエルにアマレクが攻めてきて、ヨシアが戦いに行くんですが、その時モーセが祈って、そしてヨシアが勝つ話です。有名な話ですけれども、今日はここからですね、新約に、今はこれ旧約ですけど、我々は新約に来てますので、教会ということを覚えながら見ていきたいと思います。8節から、さてアマレクが来てレフィディムとイスラエルと戦った。レフィディムで、レフィディムという場所ですね、アマレクという敵が来てレフィディムという場所でイスラエルと戦いました。モーセはヨシアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂きに立ちますと。でそこでモーセはヨシアに命じたわけですね。戦いに行きなさいと、ね、誰かを選んで。でヨシアは戦いにおける、ヨシア記見れば分かりますけど、聖書中、継続して戦った戦いの勇士としては、最たるものだと思います。ギデオも戦いましたけど、あれはその時だけですから、まさにヨシアは戦いの勇士として、ヨシア記見たら分かるように、おそらく聖書の中の最も勇士だったと思うんですね。ところがそのヨシアが戦いに行くわけですけれども、その時にですね、戦ったのは現実にヨシアなんです。ヨシアが人を選んで戦いに行くんですけども、戦ったのは確かにヨシアなんだけど、そのヨシアが戦った戦いの勝敗を握っていたのはヨシア自身ではなかったんですね。それは10節、ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。そして一方、モーセとアロンとフルは丘の頂きに登ります。でモーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。つまり戦っているのはヨシアだけれども、その戦っているヨシアの戦いを左右したのは、決めたのは、実はモーセが手を挙げている祈りのことですね。モーセが祈っているかどうかだったんです。モーセの祈りがその戦いを決めたんですね。でところがモーセは問いなし手としては旧約最高の問いなしですね。新約はよくパウロと言われますけど、旧約のモーセ、新約のパウロと言われますけども、最高の問いなしです。でモーセほど謙遜な人はいなかったと言われている最高の問いなしですが、だから実際戦ったのはヨシアだけども、モーセの祈りが鍵だったんですね。ところがですね、これもうちょっと見ていくと、しかしモーセの手が重くなった。手が太かったのかどうか知りませんが、重くなった。あんま面白くないですかね。細い手であっても、小さな手であっても、ずっと上げ続けるのはきついんですね。これね、でこれは上げてるからきつくなったってことだけじゃなくて、長時間祈るのはきついんです。できついから意味がないっていう人はいますが、意味がなくなんかありません。聖書を調べていくと、ある時間かけて祈るってことは人のことがあります。あるいは時間を忘れて祈ってしまうぐらい愛が満ちると祈ります。あるいは、戦いの時にはある時間かかるから、その間祈りが必要になるわけですね。でこのそうなると、長く祈り出すと手が重くなる。つまり祈りが一人ではできないんです。稀にそういう特別な賜物の人はいますけども、でもモーセほど、旧約でモーセに勝る祈り手はいなかったんです。そのモーセでも手が重くなって下がったというのは、つまり一人では祈り続けられなかったということを意味するんですね。で一人で祈り続けられない人ですね、落ち込まないでください。あなたは、普通の人間です、ね。だから祈り続けられないのは当たり前なんです。モーセでさえ手が重くなって一人で祈れなかった。だから彼らは石をまず用意して、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けたと。だから腰を掛けたんですね、座って祈ったわけであります。でそしてしかもモーセはその上に腰を掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側がモーセの手を支えた。だからモーセの手が上がる、つまりこれ祈りを意味しますけども、モーセの手を支えてモーセが祈り続けられるようにした。つまりアロンとフルが一緒になって支えて祈ったんだということを意味するんですね。でその時にヨシアは勝った。それをされたので、彼らの手は日が沈むまでしっかりそのままであったと。つまりモーセの手は日が沈むまで上がり続けていた。で戦いは日が沈むまでかかって、日が沈んだ時にヨシアは勝ったわけですね。ヨシアはアマレクとその民を次の歯で破った、殺したんですよ。で勝利したんですね。つまり何かというと、モーセの手が上がっていて祈りがあった時にヨシアは勝った。でもモーセは一人では祈り続けられなかったんで、アロンとフルが支えたんですね。でこれは新約時代で言えば、これは、教会になります。実際、職場に行く人、あるいは学校に行く人、そこで戦いがあります。あるいは病気と戦っている人、それ戦っている本人がいます。今入院したら面会は滅多にできないから、
入院したら本人が叩かないといけないですね。そしたらもうこちらは手を挙げて祈るしかない。でもその祈るときに一人で祈るというよりも教会と共に祈るというのが大事なんですね。よく私は祈りのミッションに回して祈ってもらうんですけども、それは祈りがあるかどうかで全く変わることを知っているからです。海外選挙に行くときに必ず祈りが課題が出て祈るわけですね。で、実際に行っているのは海外選挙に行っている人で、戦っているのはその時証をしている人、賛美をしている人、メッセージをしている人なんですよ。現実にそこで人が救われ、そこで起こるわけです。でもその時にバックで祈っているこの祈りが実はその選挙におけるものすごく鍵になるんです。もちろん本人たちも祈らないといけませんよ、間違いないですね。でも実際奉仕をしている時は祈れないわけで、その時こうバックの祈りが鍵になるわけですね。ただ一人では祈れないんですね。教会で共に祈るんです。これすごく大事なんです。教会と共に祈る。その時に神の働きが起こってくるということをね、ぜひ覚えておいてほしいんですね。でも今日は説教終わっていいんですけども、で一つはね、いつも自分がヨシアの人ではなくて、ある時はヨシアになり、ある時はモーセになり、ある時はアロンやフルになるんですね。こう教会に来て誰かのために、自分が本当に重荷ある人のために真剣に祈る、一人でいないから 手伝ってもらって一緒に祈る、この場合はモーセですね。でも自分が実際に病気になって病気と戦っている時、ヨシアですね。でバックで祈りがあるからいいわけですね。である時は誰かがこの誰かの子供さんが問題であって、その親が一生懸命祈るけど、本当にそのために助けて一緒に祈る、こういう場合アロンやフルですね。私はヨシアだ、私はモーセだというわけで、こう新約時代は、メインでモーセになる人、メインでヨシアになる人いるでしょうけど、でもいろんな役割を神様は導かれる。でその時一つ一つ自分がどこに立っているか覚えて、そこに働きをしてほしいんですね。で間違えちゃいけないのは、ヨシアは自分で戦ったのは自分だけど、自分で戦っていても実はそのバックの祈りと教会の支えがあるから勝利するんです。モーセは一人でどんな祈り手であっても立てれないから、アロンとフルがいるんです。この常に教会のという働きの中で戦いを進んでいって勝利するんですね。それを知らないといけないんです、ね、で私は今すごくそれを感じます。例えば説教しているときははっきりバックに祈りがあるかどうかで、まるっきり変わるんですよね。で特に教会が祈っているかどうかでも大きく変わりますね。本当に変わりますね。で逆に私が誰かのために祈るときに、これ一人で生きてくても一緒に祈ると祈れるわけですね。それがあるわけですね。で昔ですね、あそこに行った時、カイラスって行った時やったんですね、シュミセンっていうね、あれですけど、カイラスの山に行ってチベットの方にあるんですけれども、すごい旅でした、本当に、ね。で高いところは、ね、朝苦手な人は高いところが強いんじゃないかと私は勝手に思ってるんですけども、低血圧の人は強いんじゃないかなと思うんですけども、低血圧の人は朝苦手なんですね。だから、まあそうなんですけども、朝が、それでまあ行ったんですね。で5人で行きましたけども、その時ですね、もちろんバックで祈ってもらってね、群れ全体でね、でやったんですけど、すごかったですよ。もう細かい話をすると長くなりませんけど、その時にね、私は電速ってわけじゃないんですけど、もともとそういう感じじゃなかったんですけど、あれアタックだったんでしょうね。あれ行く前に急にね、急性気管支炎から電速みたいになってしまってですね、本当に苦しかったんです。急性気管支炎になった人は分かりますけどね、よく私が山田牧師の証しをするときに話しますが、横になって寝れないんですよね。横になると苦しくて、こう枕を抱いてね、こう縦にしかなって寝れないんですけど、一回吸い込む出しと出すとね、もう死ぬんじゃないかと、大げさに思うでしょうけど、本当に死ぬんじゃないかと思うほど苦しくなるんです、これは。そういう状況だったんですね。そういうことがあった。ね、今から思えば、あれもう明確なアタックでしたけど、そういう状況だったんですね。だから、とても行けるはずがなかったんですけど、チベット行った時にですね、生徒に行ってチベット行った時に、何のことはない山のって私ね、トイレ行きたくてたまらなくなったんですよ。で秋元牧師に、基本的に秋元牧師より前は歩きませんから後ろついてたんですけど、ちょトイレ行っていいですかって、いいですよって言うからね、トイレがちょっと上にあったからね、もう我慢できないから駆け出してね、秋元牧師を追い越してパッパッと走って行ってトイレ駆け込んでやったんですね。それで秋元牧師があでんとしてびっくりしたんですね。こんな高段で走るのか木原君はって言ってですね、それで私が決まったんですでみんなフラフラなのに私はそこで走ったってことでね。でも私本当にきつくなかったんですね。だから原稿が溜まってたから、ちょっと終わった後原稿書こうって言って原稿書いてたんですね。そしたらそれも驚かれてですね、
この講談であなたは原稿書くのかって言われてね。でまあ、それで選ばれた他にも、ね、何人か5人でいうことになったんですけども、その時にそういう体調だったんですね。で行く前にですね、私はですね、まあ、装備をしなきゃいけないということで山の上のことよく知らなかった、ね、でまあ、寝袋がいるということで行ったらですね、高いんですね、いい寝袋はね。安い寝袋いくらでもありますよ。そんなのカイラス持ったって何の意味もないからね。本当にいい寝袋って高いんですよ。何万円ってするんですよね。全くその代わりいいけど、本当に。で、シャツもね、今までね、何枚組、何百円としか買ったことないんだけど、1枚何数千円するんです。その代わり、それは軽くて、すごくいいけど、本当にあったかいですね。雨降ってもすぐ乾くしね、しかし、かつあったかい、そういうのがあるんですね。初めて知りました。杖もね、しっかりした家、杖って高いんですよ。ね。でね、行ってね、うわーって言ってね、びっくりしながらね、でもどうしてもお金ないからいいやと思ってね、妻と二人ですね、買うならこれがいい、あ、これがいいと言いながらですね、ウィンドウショッピングですね、どうせ買えないからやってね、それで一通り見て買える範囲のものをちょこっと買って帰ってきてですね、でもし思ったら、まあ、靴でいいやって神が止めれるからと思ってね、それで行くことにしたんですね。で日曜日に出発だったと思う、確か日曜日に出発で、日曜日に教会礼拝終わった後出て、で月曜日からその成田から立つんだったと思うんで、だから日曜日に向こうに行ったと思うんで、礼拝終わった後にね、それでさあ出発しようと思ったらですね、その金曜日通りにウィンドウショッピング行ったんですね。金曜日だったかな。それでそしたらね、行こうと思ったらね、装備がね全部整ってたんですよ。ウィンドウショッピングしたものがびっくりしたんですね。なんでこれがあるんだって言ったらね、うちの奥さんがですね、いや、あなたには経験もない体力もないね、慣れてもいない、せめて装備ぐらいないとあなたは死んでしまうって言ってですね生活費を全部それで買ってきたんですよね。十数万かけてね、生活費を全部、お前たちどうするのって言ったらですね、いや、神様は何とかしてくれるとか言うんですよね。びっくりしましたけどね。それで行った旅だったんですね。そしたらね、月曜礼拝にね、後から連絡が来たんで、上海だったかな、上海経由で行ったんですよね。上海かなんかに着いた時に妻から連絡が入ったんですね。なんかメールかなんか電話か忘れたけど、あの頃LINEはまだなかったと思うからね。それでね、それがね、月曜礼拝でその買ったために使った金額の十数万円が献金があったんですよ。純子さんとその家族のためにってね、見事ですよね。それでね、後で慈しみを教えてくれたんですね。お父さんが死ぬかもしれないって思ったって言うんですね。それぐらい危機感を持って祈ってたって言うんですよね。ですごくね、厳しい旅でしたよ、本当に。厳しい旅でしたけど、完全に守られてね、勝利して帰ってきたんです。私はその後、ある国に繰り返し行ってるのは、その例のところと関係してると思ったんですけど、その後、これからもっと大きな働きが来ると思いますけど、本格的にね。何かって言ったときに、こう、実際に宣教してて行ったのは私なんですけど、でも戦っていたのは私ではなくて、私一人ではなくて、教会であり家族であり一緒に乗った人でありなんですね。これすごく大事なことなんです。戦うのはヨシアなんです。現場なんです。実際に戦ったのは現場なんです。 100% 現場なんです。でもその現場の戦いを大きく左右している、決めているのは実は祈りなんです。その祈り、一人で祈れるもんじゃないんです。特に新約時代、間違えてるのは、日本はね、なんとか牧師、なんとか牧師ってよく言うんです。私、クリスチャン2世だからね、もう山ほど聞いてきたんです。もう十分です。もうそれはもうつまずきのもとなの。私2世だからね、それ鬱陶しいんです。私、イエス・キリストの名を聞きたいんです。誰それ牧師の名前山ほど出てくるの、イエス・キリストは一回も出てこない説教、山ほど聞いてきた。もう聞きたくない、そんな説教は。どうでもいい。イエス・キリストが聞きたいんです。そして、教会なんです。モーセが問いなしたけど、モーセ一人じゃなくてアロンとフルがいたからできた。戦ったのはヨシアだけど、勝利を捉えたのは神なんです。新約で言えばイエス・キリストと十字架があるから勝つんです。でもそのために戦っている人がいるんです。病気で戦い、宣教で戦い、ね、生活のために戦っている人がいるんです。でもそのために祈る教会があるんです。誰か祈ったみたいに教会が共に祈るんです。その時に神様が現場で戦っている、病気で戦っている、学校で戦っている、最初は学校も戦いの場だから、職場で戦っている、経団のために戦っている、その人たちに勝利を与えるんです。
でも栄光を取られるのはキリストだけで十分だ。ここなんですね。で、教会が戦うんです。すごく大事なところなんですね。あのね、これからちょっとリバイバルの働きが本線に入っていきます。もう始まってますけども。すごい呼び出し方が救われるでしょう。あなたを通しても救われるでしょう。私を通しても救われますが、しかしそれは神がなさっていて、教会と共にあるからです。バックで教会に乗ってるから海外選挙ですごい身がつくし、これからあの YouTube が持ち上げでしょうけど、それは教会バックで乗ってるからです。でも実際にそこでやる人はいるんです。その人が現場に戦ってるんです。確かに実際に。でもどちらが偉いんじゃなくて、誰が偉いんじゃなくて、そうして教会と共に一つとなって戦うんです。これね、すごく大事なところなんですね。ヨシアがすごいんでもなく、モーセがすごいんでもなく、アロンとフルが偉かったんでもなく、これが一つのチームとなって戦って、神が勝利を取られたんです。わかりますか？ここのところをね、どうだ、覚えておいてほしいと思います。これから神がこの国で勝利を取られて、全世界におけるリバイバルの働きにこの国を用いていただけます。でもそれはこの時代の人だけじゃなくて、今日はしなかったように殉教師たちをはじめ、たくさんの宣教師もやってきた、そういう大きな働きの中でこのからの時代のことが起こる。我々は小さなものしか見ないけど、神様はもっと大きなストーリーの中で、もっと大きな働きの中で働きをなされる。だからあなたが信仰はどうたらこうたら言って落ち込んだり悩んだりしないでください。もうはっきり言って怒らないでくださいね。私は自分も含めて言いますからね。どうしようもない罪とで、箸も棒にもかからんでしょう。あなたが牧師で、あなた自身を牧会したら無理でしょう。いや、そんなことはないよ。私はなかなか大したもんだと思ってる。どうぞ頑張って。もうしばらく試練と訓練が続くから、私は応援しますよ。頑張れ、頑張れって。本当に自分に絶望した人はね、逆に神様に、ね、とことん信頼できるんです。私が一番最初に導かれた新井先生ってのはね、戦争体験者でね、国のために命をかけた人なんです。一番最後の海軍兵学校の生徒。本当に国のために命死のうと思ったんです。この今日の玉音放送を聞いて泣いた人です。その国に裏切られたんです。だから本当に信じるものがなくなったんです。で、人間なんて信じなくなったんで、命かけたから、その国に裏切られたから。知ってます？私の予備校の先生もそうだったんです。予備校の先生はね、やっぱりそうだったんですけど、その先生言ってました。紙もらってね、その紙を頼りにね、お金に変わるって言われてね、それで家族がね、なんとか終わった後と命かけたらね、誰かみんな友達に言って、しばらくしたらね、その紙は無価値になったんです。国に裏切られたんです。その時に終わった。国も何も信用しちゃいけないんだって。予備校で ねすごい授業でしたけどね、言われましたね。でね、ところがね、新井先生の方はね、キリストに出会ったんです。人間には本当に絶望してたけど、神様にはとことん信頼してた。神にあって人間も信頼しないといけません。愛することはとっても大事です、ね。皆さんね、まあ、一だからはっきり言いますけどね、人を頼ったり人に期待してる間はね、神様に本気で追い頼むというのは生まれてきません。人は愛する存在であって信じる存在ではありませんので。聖書に愛し合いなさいって書いて、愛しなさいとは書いてあるけど、人を信じなさいなんて箇所はないんですよ。あったら教えてください。愛しなさいってのありますよ。愛し合いなさいってのもありますよ。でも人を信じなさい、人って書いてありません。神に追い頼みなさい、神を信じなさいって書いてあるんです。私は自分も信じれません。でも神様を信じているから大丈夫です。そんな私を愛してくれたその神様がいるから、私も愛されてるし、人を愛するようになるんですね。わかりますかね。で、新約時代はね、個人じゃないんです。教会なんです。教会なんです。で、ここは旧約だから、だけどヨシアが戦い、繰り返します、モーセが祈り、支えたのはアロンとフル。しかもモーセは立ってられないから座っちゃった。でもそれで勝利を取ったんです、イスラエルという国が。ヨシアは自分の分をなし、モーセもアロンもフルも自分の分をなし、神が勝利を取って、イスラエルが勝利を取れたんです。私たち一人一人がそれぞれその時置かれる使命がある。ある方は直接戦いの現場に立つ、ある時はモーセのように
メインでしっかり祈らないといけない時もある。ある時は支えながら祈る人もいる。人によってその時によって場所も変わるでしょう。でもその中で神の働きとイエス・キリストの眺められる勝利を捉えていくんです。それが爆発的に起こってくるのがリバイバルの時です。でこれからそれが、まあ、始まってますけど、もっと顕著に出てきます。それをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。他にも証しをしだすとですね、これいっぱいある。例えばカナンじゃなくて南君がね、この前書いてた、何度もまた知りますけど、感動ですよね。初穂ちゃんがその小学校の時に、イエス様のことを伝えたばっかりにおかしな子って言われて帰ってきて泣いてね。で南君はね、自分のことを話すときは淡々なのにね、子供のことに話すときはね、ちょっと説教に感情が入る面白いですね。それでですね、1日目はね、まあ、感謝したと、ね、で2日目はまた帰ってきてね、やっぱ同じように、ね、ちょっとイラッとして感謝、3日目はさすがにこうなってね、先生に言ってやろうかと思ったんですって。でもね、感謝した。本人と自分と奥さんみんなで感謝したからですね、あれ。一人だったら危なかったと思うね。もう一つはね、ハツちゃんがいつもにこう賛美してたんですね、関西キャンプ以来ね。でも一人で賛美してないんですよ。ゆいちゃんとその下ののどみくんも小さかったのかな。従え、最初はゆいちゃんだけだけど、そのうちのどみくんも従えて。今はノアちゃんも従えて。一人じゃないんですよ。一緒にやってんですよ、ね、だからできるんですね。これ一人で戦わないように、あるいは現場で一人になっても一人だと思わないように、教会がいるから、教会と共に戦うんです。一人でできるなんて思わないでください。できません。教会と共に戦うとき、神の勝利を見る。あなたがヨシアの時でもモーセの時でも教会と共にある時に勝利するんです。それをどうぞしててほしい。そして現場にいる時もあれば祈る時もある。でそのバックの意味はとっても大事だけど、それは教会の意味なんですね。このことをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。でメッセージがあちこち飛びますけど、実は最初今日ね、これじゃなくてね、これ昨日のように明確に示された。最初昨日ね、説教しようと思ったね、朝蒼天で言いましたけど、目を覚ましていなさいという説教だった。目を覚まして祈りなさいという説教だったんです、本来ね。で2つあります。肉体的に、これはゲッセマネのところに書いてあります。肉体的に目を覚ますということ。もう1つは霊的に目を覚ますということ。肉体的に目を覚ましてないと祈れない。もう1つは霊的に目を覚ますというのは、今の時代がどういう時かを捉えて祈るということですね。そしてどうすればいいかというと、目の前にイエス様がいたのに彼らは寝たんですね。で、しっかりイエス・キリストに目を向けて、そしてイエス様に目を向けて祈っていくときに、イエス様が今何を祈るべきか教えてくれるから、今はどういう時代かを。自分で考えて、自分で思い込んで、自分でこうだと判断しなくて、本当に主に向けて、主に聞いて、主が言われる祈りを祈るのです。その時に今はどういう時代かが分かるから、エス様が教えてくれるからね。それをね、どうぞ知っててほしいと思います。お祈りします、天のお父様。御言葉をありがとうございます。今日は何回ももうすでに説教したアマレクとイサイが戦ったところですけれども、ヨシアが戦いに行き、モーセが祈り、アロンとフルが支えました。そしてイスラエルは圧倒的な勝利をヨシアを通して取りましたが、新約時代の今、病気と戦っている人、生活のために戦っている人、選挙のために戦っている人はいます。どうぞ教会でその人を本当に愛して祈る人はいますが、共に支えながらしっかりと祈り、どの現場でも神の勝利を見ていくことができるように、そして教会に証しがあふれて、人々がどんどん救われてくるように、神がこれから導かれることをありがとうございます。私がこの教会堂台にしっかりと立って、神様の戦いの勝利を見ていくことができるように、力強く導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の様、一人一人の心の叫び、願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を表していってください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。膝の痛みを消えてなくなれ。
喉の痛みを癒されて見せる。癒されよ。背中にある痛みを完全に取ってくださり、誰かに対して苦い思いがあるならばそれを溶かしてください。全く愛でそれを取り除いてください。恐れとともに苦みを取ってください。お願いいたします。世に出て行きなさい。恐れてはいけません。私はあなたのために用意している仕事がある。恐れずに踏み出しなさい。今までできなかったことを私はできるようにしよう。あなたの考えではなく私の導きに従って踏み出しなさい。私はそこであなたに用意している、あなたを通して救われるべき人、あなたを通して癒されるべき人を用意している。こんな私と思ってはいけません。あなたの存在を通して私は、大いなることをなそうとしております。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお待ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。お知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。1番、今週伊佐木原誠牧師は8月16日月曜日昼荒尾、17日火曜日昼佐賀、18日水曜日朝佐世保での奉仕です。体調が守られ、奉仕が祝福されるようにお祈りください。2番、来週8月22日日曜日21時より判決祈祷会を行います。3番、8月21日土曜日のコンサートは企画者がいらっしゃいませんでしたので延期させていただきます。9月は18日土曜日予定です。どんな企画書でも構いませんので、ぜひ伊佐木原誠牧師か純子牧師までご応募ください。お待ちしております。4番、パウロ秋元牧師が秋元ヨハネ牧師とともに9月6日月曜日から8日水曜日に九州へ来られます。長崎エルサレム教会では9月8日水曜日16時30分より賜物セミナー、19時より長崎カリスマ聖会の予定です。どうぞお祈りください。5番、ラジオ番組ゴスペルトークウィズユーのホームページを含む働きのスタッフを募集しています。興味と関心のある方は伊佐木原誠牧師までご連絡ください。よろしくお願いいたします。6番、教会のアプリを作ることに重荷を持たれる方を募集しています。遠慮せずご連絡ください。7番、教会のホームページをリニューアルします。重荷と導きのある方は木原純子牧師と酒井和美牧師にご連絡ください。8番、礼拝賛美に重荷のある方は木原ヨハネ副牧師までお知らせください。主の深い御臨在と奇跡のためにお祈り備えます。9番、下記特別献金を受け付けております。受付に封筒を用意しております。ぜひお捧げください。10番、長崎エルサレム教会の会員の方は教会に集っておられる方もオンラインの方もホームページからコミュニティ会員登録をお願いします。会員しか見られない動画やブログなど、さらには会員同士のコミュニティを作っていきます。11番、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きが
わからない方はご連絡ください。YouTube のチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、オンライン登録もよろしくお願いいたします。12番、雲の間にある虹、バックナンバーと殉教を伝道に用いてください。たくさんございます。13番、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム、動画、YouTube を作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の方でも可能です。以上です。下のこの枠の中の新型コロナウイルス変異株の対策を徹底するためのご協力が書かれていますので、どうぞお読みくださり、ご協力ください。それではお知らせ終わります。はい。他にお知らせありますか。いいですか。コンサートは企画が来るまでやりません。こっちからやるのはもうやりません。皆さんが誰かが企画を出してまではやりませんので、残念です、とても。で、企画っていうのは、もう1人で10曲歌ってもいいですし、10人に歌ってもらってもいいですし、なんていうか、ゴスペル演歌特集をしてもいいですし、誰かの作詞、作曲、作詞をしてもいいですし、なんか、とにかくどんな企画を立てようと自由ですので、何も縛られず、何も拘束されず、ギター1本のコンサートにしてもいいですし、アカペラコンサートにしてもいいですし、後打ちコンサートってね、拍子が後から打つコンサートで、IKKO さんに全部歌ってもらってもいいですし何でもいいですから、とにかく企画をしてください。本人が歌っても歌わなくても結構です。本当に神様に祈ってどんどん企画してください。で、企画して企画を出してもらったら、それをやってもらうという形になっていきますので、いいですかね。ちょっと主に示されて、とにかくこの若い人でも年を取った人も関係ありませんので、年齢性別関係ありません。本当に神様にこういうのやってみたい、やろうと思う人は企画してください。自分が歌っても歌わなくても結構です。自分が全部歌っても逆に結構です。はい、いいですかね。企画出してください。はい。それから、あとね、教会のアプリとホームページは主に言われてて、スピードが大事なんです。で、ちゃんとしたものを作るっていうのは結果としてなりますけど、何でも構いません。むちゃくちゃでも結構ですから、まずやることです。ですから、アプリを作れる人、それからホームページ変えたいって人、とにかくスタートします。なんかもうある方はなんかきちんとしなきゃいけないと思ってる、そうじゃなくて、とにかく踏み出す。そしてその後きれいに整えていくということですので、やれるよって人がいたらどんどん言っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということですね。はい、それじゃあ、今日はこれで第1話終わりますので、第2話10時からですので、よろしくお願いいたします。第2話の時はゴンサロも聞きますので、よろしくお願いします。はい、イエス様、今の時はありがとうございます。イエス様、お願いします。アメン。感謝します。